静岡県は今日、県民に対し外出やイベントの開催自粛などを要請しました。静岡にも緊急事態宣言が発令されました。通勤時間帯の静岡駅では通常と変わらず多くのマスク姿の人が見られます。遅いって遅いけど致し方ないですよね。いいことだと思います。ありがたいです。本当に在宅勤務なんかもできればいいかなと思ってますけどね。恐怖でしかないですね。この今のマスクさえも手に入らない状況でこれからどうなっていくのっていうのが見えないので不安です。はい、気持ち的にはだいぶ出た方が良かったなとは思いますし、やっぱ電車とか乗ってでも結構大きな荷物持ってどこ他県とかから来てるのかなっていう人も結構見受けられたので、そういった人が減ってくることは安心感につながるかなとは思います。今川勝知事が入りました。まもなくウェブ会議が始まります。全国の知事とともに情報共有します。全知事が一致結束をしてこの難局を乗り越えていく大変重要な局面を迎えているところであります。昨日の政府諮問会議川勝知事は今日午前全国の知事とともに緊急のウェブ会議に参加しました。静岡への帰省だけではなく旅行や観光目的の移動の自粛や休業した事業者への損失補償などについて国への緊急提言をまとめました。すでに御殿場、伊東市、伊豆市、西伊豆町というところでその、休業の要請がございました。こういう市町がですね、感染防止のために取り組んでいらっしゃいますので、本日、この市町がそう要請して、この金銭的な援助をしたいとおっしゃっているところに対しましてですね、私どもとしましては直ちにどういう支援が県としてもできるのかということを、検討を始めたところであります。午後の会見で川勝知事は飲食店などが店を休み市や町が補償する場合財政的な支援に乗り出す方針を示しました。支援の規模や割合は明確にしておらず臨時議会の補正予算案に盛り込みたいとしています。緊急事態宣言が出たことで県は県民に対し来月6日までの外出の自粛やイベントなどの開催の自粛を要請します。外出については都道府県をまたいだ移動を自粛するよう強く求めます。一方で医療機関や介護施設のほかスーパーやコンビニ、百貨店などの小売りの事業者には業務を継続するよう要請しました。